はい、こんにちは、山田と申します。さあ今回はですね、まあ、いつものごとくの便乗情報ですね、ということなんですけど、まあね、あの鉄道系 の、のチャンネルね、見られる方ですと今結構ホットな話題になっておるのが、あのスーツさんっていうね、あの鉄道系 YouTuber の、もう一番ね、チャンネル登録者数も42.3万人ですもんね、っていう、最大チャンネルの、スーツさんっていうところに、まあ言い方はあれですけど、ケラスさんっていう、6万人か7万人いたかな、メインチャンネルが、6.9 万人、約7万人ですね、のチャンネルが、まあ、いろいろサムネイルのパクリやとかって言ってね、あのいろいろと、まあ、もう言って、で、まあ、それを、まあ、削除して、また、あの、ね、いろいろと揉めておると、まあ、詳細は、あの、スーツさんのね、動画の方が、あの、詳しく時系列とまとめられてますので、まあ、そちらをね、気になる方は見ていただいたら、というふうに思うんですが、まあ、要は、あの、サムネイルパクった、パクらない問題とか、まあ、あとは、ね、投稿者、ね、投稿、コメントとかでね、あの、嵐コメントとか出たときに、それ誰の責任なのかとかね、そういうあたりの話とかが出てまして。まあ、あの、まあ、最終的にね、まあ、この動画ではもうざっくりといきますよ。まあ、どうせそんなにね、見られないと思いますし、1再生、2再生とかだと思いますから、あの、まあ、私は個人的にない意見として。今回の、ね、双方の。まあ、ケラさんの方はちょっと削除とかが結構かかってるので、スーツさんは逆に全部残してますんでね、あの、もうそれを見たら、わかりやすいと思うんですけど、まあ、スーツさんの方のが確実に今回正当性が高いですよね。あの、まあ、言い方悪いですけど、ちょっとケラスさんはあまりにも分のないことをやってるんじゃないかなと、私の目には思います。まあ、あの、ね、その YouTube のチャンネルとしてはうちの方のが全然下ですしね、まあまあまあそれは、ね、分かってることです。まあ人間としてももう最底辺の人間ですから、最底辺 YouTuber ですからね、うん、まあそこはね、あの自覚した上で言ってますけど、まあ一応私の方が多分ケラスさんの年齢は分かりませんけど、多分若い方じゃないかな。私よりは少なくとも若いでしょう。私はもう今36ですからね。まあそういうふうに言ったらね、一回り近く、スーツさんとは、一回り以上違うのかな、ね、まあそれぐらい違うでしょっていうね、ね、まあ年長者の立場からって言ったらね、あれですけど、ね、どう見てもね、正当性があるの、スーツさんの方の意見の方が正当性がありますし、ね、で、ケラスさんの方はちょっと、今回の対応自体についてもちょっといろいろと私は疑問点が残るところがあります。それ以外にもちょっとケラスさんの動画に関しても、まあ、あの、まあ簡単に言うと私ね、まあ、ね、これ客観的事実として、スーツさんはチャンネル登録もして、モサブチャンネルもね、全部登録して、まあ、ほぼ全部動画見させていただいております。まあ、対して、ケラさん実はチャンネル登録はしてません、私は。で、まあ、今回の一件があって、じゃあ登録するのかといったら登録は多分もうしないでしょう。それでもですね、一応、あの、ケラさんは、まあ、それなりにね、YouTube の鉄道業、ね、関係では、再生数があるんで、結構サムネイルに入ってくるんですよ。チャンネル登録しなくても、おすすめ動画とかっていう形でね。うん。っていうのもあって、まあ、ちょいちょい見てます。っていう立場の人間だから、スーツさん寄りの意見になるんじゃないかって言ったら、まあ、それはもう、そういう意見でしたら、もう、もう仕方ないんですけど、まあ、まあ、違和感的にはそういう立場で、すけど、そはいえ、ひいき目に見てもという言い方でいいのかな、あの、まあ、スーツさんの方が、ね、正当性高いと思うし、まあ、私も言うことにスーツさんの方のが、まあ、そうだよねって納得がいく。まあ、スーツさんは、そんな、あの、下手なね、あの、言い方悪いですけど、バカないことは言わない方ですから、うん。まあ、あの、今回も動画もね、ちゃんと、あの、重要なところをメモ取ってね、あの、言い漏らしがないものと同時に、あの、下手なことを言わないようにっていうのはね、あの、かなり気を使ってされてあるっていうのがわかります。まあ、ですし、あの、評価のね、中身としては、あの、スーツさんは全部本チャンネルでやって、で、しかもあの、謝罪というか説明動画、謝罪じゃないですよね、説明動画に関しては、なんで、あの、広告をつけずにやったじゃないですか。で、対して、ケラスさんの方っていうのは、そのね、投稿したやつとかも消されちゃってますし、自身でね、これあの、ね、あの、YouTube からバンされたんじゃなくて、自分で消してますよね。で、
で、チャンネルにもそのね、まとめてね、コミュニティのところに、ね、書いてありますけど、ね、視聴者、チャンネルの視聴者様へお詫び申し上げますって形で、まあ、視聴者様へのお詫びをね、してましたけど、まあ、不快な思いをされてしまい申し訳ございませんでしたって言うんですけど、まあ、これはね、スーツさんも言ってましたけど、スーツさんに対しては、こんなよくなこと言ってしまって申し訳ありませんでしたっていうね、ちょっと言い過ぎましたとか、そんな、この段階であればね、全然話違ったんだと思いますけど、うん。で、しかも、今回私がこれどうかなと思ったのは、経緯につきましては、サブチャンネルで説明を続けたいと考えていますってことなんですよね。まあ、メインチャンネルで行うのが不適切だと思うのでっていう、ことなんですけど、私は、サブチャンネルでやる方が不適切じゃないかなと思います。っていうのは、ケラスさんのサブチャンネルって、ケラス TV っていうのがね、あるってことなんですけど、このチャンネルが、今、登録者数が1000なんですよね。メインチャンネルは7万人います。何が言いたいかというと、本当に謝罪してどうのこうのっていうのを、謝罪っていうのを拡散することが大事なんで、訂正とかね、そうなんですけど、ですので、本来はメインチャンネルではやることが前提で、まあ、私の、だったら場合でね、まあ、サブチャンネルにも同じ内容の動画を上げて、どっちからも双方発信する。ね、サブチャンネルしか、ね、メインで扱って見ないっていう人もいるかもしれませんよ。そうすると、両方これ発信する。うん。ね、って言うのならわかるんですよ。わかるんですけど、うん。サブチャンネルだけで、しかも1000人程度ね、まあ、お前、登録者数24人のチャンネルが何を言っとるんやって話なんですけど、1000人ね、のところと 6.9 万人登録者がいるチャンネルで投稿を発信するっていうのは全然拡散力が違うわけですよ。うん。で、なら、うん、わざわざ低いところで、しかもメインチャンネルから、あたかもこれの、炎上商法を利用して、サブチャンネルの登録者数を増やすがために、まあ、もしかしたら下手すりゃ今の段階、キラス TV って1070人共同がね、4月4日撮ってる時点で。ってことはもしかしたら最初の、5日前の時点では1000人切ってたかもしれない。1000人切ってたら、チャンネルのね、収益化の対象にもなりませんからね、審査の対象にもなりませんから、うん。なんか、っていうような数字を見ていると、なんかね、こっちの数字をね、上げて、ね、ちょっとね、やりたいがために、本当に炎上商法やってるんじゃないのっていうふうな、ね、感じを持ってしまいますよね。で、それでも私はこれに関しては、キラさんの対応間違ってると思います。個人的な意見として、あえて言っときますけど。あとは、キラさんの動画は、まあ、その全部じゃないですよ。そのちょろちょろとしか見てないんですけど、見ててね、思うのが、時々ね、結構ね、コンプライアンス違反なことやってるんですよ、動画で。投稿してる動画の中で。ね、例えばね、コンプライアンスって言ってるのかな、エスカレーター歩いて登ったりしてるんですよね、ケラスさんって。それをね、登るなとは言いますよ。言います。それは言います。歩いて登るのダメですからね。ただ、まあね、後ろから来とってね、もうせっかくやったらね、歩いただからになんでお前歩かんねんみたいな感じでね、なることあるじゃないですか。まあそういうようなね、私も心弱いんでね、ってなることはありますけど、少なくとも私は動画と撮影中もそうですし、少なくとも、まあ、間違っても動画を、ね、投稿するものにエスカレーターを登ってる動画は私は投稿しないと思う、しないんですけど、うん。ね。もちろん、歩かないようにしてますよ。歩かないようにしてます。動画撮影以外の時でも歩かないようにしてますね。ましてや、正直言って、ある程度、ね、流し、知れてる公人のような方です。多分、スーツさんだったら絶対にしないと思いますよ。もし、スーツさんがエスカレーターをトントントンって上がっていくようなところをね、誰かに見られとったら、スーツさんって人は、あんなにちゃんとあれやっとるのに、エスカレーターで歩かないでくださいって、あれだけ JR の方が言っているのに、歩いてしまうことなんだって。見られてしまったら、マイナスイメージになってますから、これ致命的、結構痛いですからね。それをましてや、ね、写真でバシってね、会員動画で撮れて、スーツが歩いとるようになってね、やられてね、それ YouTube で上げられたらね、大炎上ですよね。そんなことにならないために、絶対スーツさんは多分やってると思います。そういったコンプライアンス、詳しいですし、やってると思います。に対してはそういうあたりの結構抜けてるとか、初期の動画でしたけどね、あれ、うん、とかも、見れたんで、まあ私がそういうのがあったんで、うん、ちょっとこの方の動画どうなんかなとは前から正直思うところがあったんで、チャンネル登録はしてなかったんです。っていう、まあことなんですけど、
まあそういうような件もある。まあそういうのもあって、うん、どうやはり今回は、まあ正直言って 10-0 でスーツさんの方が完全に分があると思いますよ。まあね、ヒエラさんがどういう対応するのかにもよりますけど、場合によっちゃチャンネル閉鎖になっちゃうんじゃないかななんて思いますけどね。で、あともう一つ言わせてもらうならば、これはですね、うちのチャンネルの CM でもあるんですけどね、聞いてください。あれで、サムネイルでパクリじゃどうのこうのってやってたじゃないですか。だとしたらですね、スーツさんも反論やってましたけど、私からも反論させてください。これはですね、お二方です。スーツ交通チャンネルの方もそうですし、ケラスTVや、ケラス鉄道、旅行系チャンネルでしたっけ。ね、それで鉄道旅行系チャンネル。このケラスさんとスーツさん、両方ともに、じゃあパクリだーって言ってやるぞっていうことです。なんなんやっていうとですね、長ったらしくなってしまいました。簡単に説明すると、お二方が投稿されている、企画ものの中でですね、うちの方のが、それ先にやってんじゃないのって企画があるわけなんですよ。そんなバカなと思うかもしれませんけど、一覧を用意しました。こちらです。ですね、一つ目が、これはケラスさんの方ですね。まあ私の方はですね、実はケラスさんの方から説明しましょうか。ケラスさんが、青梅駅ですね、東京の青梅駅と、新潟の青梅駅を間違えてしまったって言って、青梅駅、新潟の青梅駅に行ってしまったっていう、動画をやってたんですよね。コムケの前に。ということで、そういう動画を上げてました。この動画を上げたのが、多分これはもうコムケに合わせたんだと思いますけど、2019年の12月の28日に上げたんですよね。それに対して、うちの動画でですね、実はこんなことやってたんですね。これは4つ目っていう形で、4つ目36って形で、近鉄四日市駅と近鉄三日市駅を間違えてしまったっていう動画をやりました。まあ、57再生しかないんで、ほとんどの方が知らないことでしょうけど、こういう動画をやってたんです。これは近鉄四日市ね、四日市市にある近鉄四日市駅と、鈴鹿市に、あね、近鉄三日市駅っていうのがあるんで、近鉄三日市において、いやー、今日もまた四日市駅が撮影開始ですよって、で、私四日市の人間なんでね、やったら、あれ三日市やんけーっていうね、茶番動画をね、投稿してます。これが実は2019年の10月27日なんです。で、その多分57再生しかなくても、これを私は YouTube という公共の場に10月27日に上げてる。で、同じように間違えてしまった。まあ、名前が一緒か、似た名前かっていう差はありますけど、まあ、この後私も三日市町駅、南海にある、南海電鉄の三日市町駅と、あれ、川内長野市でしたっけの、三日市町駅と、このね、鈴鹿の三日市駅間違えちゃったっていう動画も一応投稿してます。あ、これは12月より後やったかな。年末に撮ったんですか、そうか。そうですね。あれは、年明けですけどね。まあそういうようなこともやってますね。言ったらこれね、間違えちゃったシリーズ、パクリじゃないかってね、言えるわけですよね。こうケラスさんの言ってたパクリ理論で言ったら、これなんてもう私、ね、言えるんじゃないですか。で、もう一つ、スーツさんの方でもあるんですよ。スーツさん、最近駅からウォーキングって結構やってるじゃないですか。で、一番最初の動画がお茶の水から秋葉原駅までね、お茶の水駅から秋葉原駅まで、界隈を歩いてですね、ここの鉄道の見どころですよとか、ここがいいところですよとかっていうのを、散歩しながらね、やっていくっていう動画をやりました。で、実はこれが2019年の12月19日に、最初のシリーズ1回目がね、投稿されてるんですけど、実は、うちのチャンネルでは、2019年の10月に、駅間散歩っていうシリーズスタートさせてるんですよね。何個かやってますね。あと、投稿してるのやと、三日市からの、もう、まあ、あれは散歩、ああ、そうか、三日市の例まとめ、これは、駅間散歩でやってないですけど、いくつか、その後も上げてますけど、やってるんです。亀島ですね。名古屋の市営地下鉄の、東山線の亀島駅から中村西駅までの間に、ね、真夏の暑い中でしたけどね、歩いてきたんですよね。で、これ8月に収録したんですけど、まあ、収録日よりも大事なのは、これの場合は再投稿日ですね。この日は、公開日、そうですね、正式な公開日ですけど、2019年の10月8日
に公開を開始しています。これはたったの26再生。まあ、うちの中では実は多い方なんですけど、26再生って。に対して、まあね、スーツさんの方は14万回生再生されていますけど、投稿は私の方が2ヶ月早いんですよね。ということはこれね、ほら、駅と駅の間を歩いてね、散歩するという企画、パクったんやないかーってね、言えちゃいますよね。まあ実際にはそんなことないと思います。おそらく私のね、あのチャンネルなんてね、橋にも棒にも触れてないはずですから、お二方には。ね、ですけど、言えてしまうんですよね。うん。そう言ったのか、あれなんやったらね。まあ、まあ、あの、実のところ、実はあの、スーツさんがね、あげたとき、あの、キラさんがあげたときも、この動画すぐ見ましたけど、上がってきて、おすすめで上がってきたんで。あの、スーツさんの動画が上がったときなんてね、この12月19日に最初に出たときにね、最初に回るように、ほらほらうち企画としては結構いいとこいっとるやん、いい線いっとるやんって、再生26、ね、当時は、その時に確か20再生言ってなかったですけど、ね、ほら、ほら、意外と目の付けどころはいいんやねって言っとったらね、いや、でも動画の内容はつまらんからあかんやろとかってね、散々言われましたけど、ね、スーツさんの動画のものはね、うまいことね、綺麗に作って、名刺とか言ってます。まあ、そういうのただ、グラグラとね、歩いて撮ってるだけですかね、あちーって言いながら。まあ、そんな差はありますけど、でもコンセプトという意味ではね、そういうことです。じゃあ、ね、私だってね、訴えれちゃうじゃないですかってね、これでいいのかって言ったらね、そんなわけないですしね、まあ、あの、もちろん当たり前ですけども、歌えるようなことに、ね、するつもりはないですけど、ね、あのただあの意外と企画としてはこんなね最低限ですけど、意外とね目の付けどころはいいんですよってことはね、一応ね、あの24じゃね登録いただいて24名の方にはね一応お伝えはしておきたいなと思った次第でございますというような感じでね、まあまとめると、今回のねスーツさんの嵐の件、スーツさんにあのねあのケラさんがその物申して、物申すというかね、ね、炎上させてっていう件に関しては、もう完全に私の見方では、スーツさん10ゼロでしょって。ね、ね、これ以上やってどうするのかなっていう気もしますけどね、って、あの、ケラさんの方がね、うん。スーツさんも正当にあの、ね、やってると思いますよっていうのと、あの、ね、それがパクリはどうのこうのって言ったら、ね、あの、うちのところの、だって、そんなね、こういった事例もありますし、なら、あの、うちのチャンネル、あの、こんなに再生数伸びてないけど、まあ、そこそこ企画はヒントちゃうかなと、自分では思ってますっていう、自画自賛をして終わりたいと思います。こんなことやってるから再生数伸びないんですよね。まあ、最後まで見てくれた方がいましたら、ありがとうございました。ということでね。どうもご視聴ありがとうございました。うん